シュリーランガパトナ条約は、1792年3月18日に、インドのシュリーランガパトナにおいて、マイソール王国と、イギリス東インド会社、ニザーム王国、マラーター王国との間に結ばれた条約。シュリーランガパッタナ条約とも呼ばれる。この条約で、マイソール王国は、トラバンコール王国。 コーチン王国などを除くケイララ地方全域をはじめとするマイール王国の約半分の領土などが取り決められた。引き渡される二人の息子とチャールズ・コーンウォリス1792年2月24日、マイソール王国のティプー・スルターンとイギリス側のチャールズ・コーンウォリスとの間で第三次マイソール戦争の和平が結ばれ、3月18日にシリーランガパトナ条約を結んだ。 同年3月18日、マイソール王国とイギリス及びその連合軍である、マラーター王国とニザーム王国との間に、和平条約である、シュリーランガパトナ条約が締結された。とはいえ、この条約は、マイソール側にとっては、非常に厳しいものであった。まず、ティプールターンは、和平を結ぶにあたり降伏を認めなければならず、マイソール王国は、イギリス、マラーター王国、 ニザーム王国の三者に対し、実にその領土の半分を割譲しなければならなかった。これにより、イギリスはマイソール王国のカリカット地方とバーラーマハル地方、ニザーム王国は同国の北部を、マラウター王国は東北部をそれぞれ割譲された。次に、マイソール王国はイギリス及び同盟勢力に対し、多額の賠償金を支払わなければならなかった。 その額は実に3000万ルピーにも及ぶ高額の賠償金であった。無論、これらの捕虜は全員解放しなければならなかった。最後に、ティプスルターンは高額の賠償金の支払いを保証するため、愛する二人の息子をイギリスに差し出さなければならなかった。彼は息子らが人質として差し出される際、悲痛な気持ちで見送ったのだという。 ティップ・ウスルターンの息子らとコーン・ウォリスコーン・ウォリスは引き渡しの時、二人の少年が首に大きな真珠の首飾りを巻き、ターバンにも真珠で模様が付けられていたこと、立派なブリリリアント型の宝石で縁取られたルビーとエメラルドの装飾品をかけていたことを記録している。その後、ティップ・ウスルターンの息子二人はコーン・ウォリスと共にマドラスへ向かった。コーン・ウォリスは部下に対して、 少年らに丁寧な態度で接するように命じ、自身もまた気遣って対応した。また、彼の手紙には、二人の少年は、マナーも良く、一緒にいると実に、楽しいと書いている。同年10月、コーンボリスが本国へと出航する際、二人の少年は、釈放を命じた。しかし、保釈金の支払い問題から釈放が遅れ。 1794年3月29日に二人の少年は首都シュリーランガパトナへと帰還した。カラシマ、世界歴史体系南アジア資産、南インド P206 カラシマ、ま、世界歴史体系南アジア資産、南インド P206 カラシマ、ま、世界歴史体系南アジア資産、南インド P206 チャンドラ、 近代インドの歴史 P72 ガードナーイギリス東インド会社 P174 チャンドラ近代インドの歴史 P72 ガードナーイギリス東インド会社 P174 ガードナーイギリス東インド会社 P174 ガードナーイギリス東インド会社 p 1 7ガードナーイ東インド会社 p, 会社 p 5 カードナー、イギリス東インド会社、P175。カードナー、イギリス東インド会社、P176。クドダットザファミリーオブチプサルタンジーニアロジー。ありがとうございます。